7月15日、午後2時から約8時間にわたって生放送された音楽特番、音楽の日2023、TBSK。中井正宏と TBS アナウンサー、安住真一郎が司会を務め、ジャニーズ事務所からは KinKiKids キキキ、KismayFoot2、SnowMan ら13グループのほか、少年隊、東山則之も登場した。放送後、一部ネット上では、 ジャニーズファンがアイドルを目当てに TBS の入館証を不正入手して同番組の舞台裏に潜入したという話が出回り波紋を呼んでいる。問題発覚のきっかけはとあるツイッターユーザーが晒した LINE のスクリーンショット。トーク画面には TBS ワンパスと書かれた青い入館証が映っている1秒の動画が送信されこれに別の人物が入れちゃったの。 和絵文字、以下原文ママ、と返信。すると送信者は、スノーマン全員前通ってお疲れ様ですって言われたわら,わら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 、などと喜びをあらわにしていた。また、車内で撮影したとおぼしき写真もあり、テレビ画面にキスマイフットツーが映っているタイミングで、見てるよ、とラインで報告していたのだ。これは、投稿者が自身の妹と母親のラインのやり取りをスクショし、 TBS と,とは無関係の妹がパスを不正に入手し、音楽の日乗り込んで須のにあったとか、補在点だけどこれ普通にヤバいやつだよね。TBS の制作携わってる人間からこそっとパスもらって入ったらしい、と画像付きで暴露していたようです。多くのフォロワーを抱えるジャニーズファンの Twitter アカウントが当該ツイートのスクショを拡散したことで、 すぐさま広まりました、ジャニーズに詳しい記者。ちなみに、動画に映っていた入館証は、ネット上で、TBS オネパス入管パス、と画像検索して出てくるものとよく告示しているため、本物と見て間違いはなさそうだ。なお、投稿者は TBS に突入した、妹、のインスタグラムのストーリーズ、24時間限定公開、も投日。スノーマン、 渡辺翔太の画像の横に、ナマスの破壊力エグすぎた島地礼儀正しい、といった興奮気味の文章が添えられていた。さらに、この、妹、キスマイフット2、宮田俊也、キングプリンス、セクシーゾーン、トラビスジャパンの姿も目撃したそうで、ガチでほんとジャニーズでしたイケメンでした、と報告したり、 エレベーターでノーメイクのスノーマンメンバーに遭遇したなどと自慢げに綴っている投稿者はパスの入手に協力したとされる制作関係者について SnowMan 深沢達也のファンだと書いていたとか TBS に入ったという妹自身もスノーマンやジャニーズのファンなのでしょうしかしネット上で大騒動へと発展したためか当該ツイートはその後削除されてしまったんです 当初は身内の悪行を非難するつもりでツイッターにさらしたようなのですが、予想以上の反響でおじけづいてしまったのかもしれませんね、どう。とはいえ、アイドルに会うために TBS に侵入したジャニーズファンがいる。との情報は瞬く間に拡散され、ネット上ではこれが本当だとしたら常識なさすぎる。事実じゃないことを祈りたい。TBS に知り合いがいたらこんな簡単に入れるんだ。 自分は不正してまでスノーマンに会いたいとは思わない。入館証横流ししたジャニオタスタッフはもちろん解雇だろうな。同じスノーマンとして恥ずかしい、とドン引きする人が続出。また、LINE のスクショをめぐっては、服装が映っているから入り口の監視カメラで特定できそう。受付も記録しているだろうから、パス流した人が入館申請したなら、おしまいかも、などと推測する声も上がっている。 その他、TBS サイドに事態の調査を求める声も出ているが、前述の話が事実だった場合、果たして関係スタッフの粛清は行われるのだろうか